トップコネクト3分でわかるビジネスモデル。さあ続いては今夜2組目のゲストをお迎えしましょう。小麦粉の専門家としてパン作りのノウハウを様々な媒体で普及するこなまぎ株式会社の代表取締役斉藤ゆかりさんです。斉藤です。よろしくお願いします。斉藤さんよろしくお願いします。斉藤さんはですね、なんともともとは日本製粉さんの OL さんだったんですよね。そこから SNS マーケティングの会社を自ら起業し、そして今絶好調。その転身ぶり、業績好調の秘密、ゆっくりお聞かせください。それでは斉藤さんから3分以内でビジネスモデルについてご紹介していただきたいと思います。斉藤さん、ご準備はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。それでは参ります。よーい、スタート。はい、こなまぎ株式会社代表取締役の斉藤ゆかりと申します。私の事業は、パンのオンライン講座を主催していて、あとレシピ本を出してるんですけれども、オンライン講座なのでウェブから集客をして、でそこからマネタイズをするっていう流れで、オンラインで受講できる講座の販売をしております。でそれも SNS からなんですけれども、 SNS から、マネタイズまでの流れをもとにウェブマーケティングの事業ではそのノウハウと実績を売っております。で実際にオンライン講座なので、そもそも経費があまりかからないんですね。でかからないので利益率も高く、高額コンテンツですが、実際の売上から の純利益ってところが多分他の企業さんに比べたらかなり高い方かなとは思っております。なので、オンラインで起業したいとか、あとは副業でやってみたいっていう人にはすごくリスクが低いので、オンライン事業ってめちゃめちゃおすすめになります。はい、でそこで、フォロワーを増やしてバズらせて、メルマガ読者も増やして、で私の場合はオンラインの講座以外にはレシピ本も出版しているので、レシピ本も販売させていただいてて、たくさんの方に購入いただいているって実績になります。はい、以上になります。なるほど、日本柱ですね。じゃあそうですね、はい、パンとマーケティング日本の事業になります。なんか全てがこうつながってるなと思っていて、もともと日本製粉さんで、ここはどんなことをされてたんですか？簡単に言うと、ここは簡単に言うと研究職をやっていたんですけれども、簡単に言うと皆さんの口に入る原料の小麦粉の性質の検査、検査員だったんですね。なので小麦粉それぞれがちゃんと品質保っているか、規格内に入っているか、商品としておかしくないかの検査をする、実験をする仕事をしてました。でそこから、はい、どのように次の段階にステップされたんですか？最初はパンの事業だったんですけれども、なぜパンの事業を始めたかというとですね、製粉会社で当たり前になっているパン作りの、ノウハウだったり、あとは正しい理論、正しい知識っていうのが一般の方はあまり知らなかったんですよ。でそれを趣味だったりんですけれども、パン作りの先生、パン教室の先生が結構間違ったことを教えてしまったり、あとはウェブの間違った情報を一般の方が取り入れてしまったりっていうことがたくさんあるので、これは改善しなきゃいけないと思って、最初はパンのオンライン講座、最初はリアルでしたけれども講座を開講しました。そしたらどん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 生徒が増えたんですか？そうですね、増えたというか頑張って増やしたっていう感じですね。これ次のね、SNS マーケティングの事業にもつながると思うんですけど、はい、具体的に言うとどういったことを工夫されているのか、もし教えていただける範囲で。はい、私普段は Facebook も使うんですけれども、ファンの発信は Instagram、TikTok がメインになります。だいたいイメージとしてはバズるっていう印象がある SNS だと思うんですけれども、実際に私の方でバズり方の再現性を取ってるんですね。なので私もクライアントさんも投稿をバズらせて、そこから効率よくフォロワーを増やす。でそこだけじゃなくって、フォロワーになった方は今度はメルマガ登録だったり、 EC サイトの、クライアントさんだったら EC サイトへの流入とか、
導線を設計してそこまで流れるような仕組みを作るんですよ。でそうするとバズった投稿から、まあ、半分ぐらい勝手に、まあ、寝てても勝手に入ってくるような状況になって、で経費もかからない広告の代わりになります。なので、クライアントさんも結構マネタイズにつながりやすいっていう流れですね。ちょっと変な質問なんですけど、はい、お願いすると、はい、まあ、成功率っていうんですか、はい、どのぐらいなんですかね。成功率、ちゃんとやれば、そうですね、ぶっちゃけクライアントさんも実際にやっていただかないと、実践していただかないと、なのでちゃんと実践した方は8割9割必ず1投稿でも2投稿でもバズってますね。でそれを継続されてる方で、例えば2000人からフォロワーが3万8000人に増えましただったり、1000人しかいなかったところから、8000人9000人までフォロワーが増えて月賞1000万達成しましたっていうお声もあります。斉藤さんのおっしゃるバズるという定義はどのぐらいのことを言うんですか。バズるっていう定義はフォロワー数以上に再生回数リーチ数が上がっている状態ですね。あ、なるほど、はい、フォロワー外の人に届いている状態になります。なるほどなるほど、はい、ちなみにお願いする料金体系とはどんな感じになってるんですか。料金体系はですね、オンラインでグループとプラス個人でコンサルを受けられるのは、ちょっと現時点なんですけれども6ヶ月間で40万ぐらいになります。でこれは自社で運用する場合ですね。で運用の代行を依頼していただく場合は、月15投稿ですと動画制作会社と一緒に組んでやっているんですけれども、それだと月に40万からになります。毎月15投稿だと月40万から、はい、そうですね。でオンライン講座だと6ヶ月間で40万と。そうです、ね、なるほど、はい、そんなに高いわけじゃないですね。これ適正価格がむしろ安いと思います。あ、はい、それで斉藤さんの言う通りやれば8割ぐらいの方がうまいこといくと。そうですね、必ず実践していただければ、続けていただければ。ちなみに、まあ、1つ2つ、はい、どういうことなのか具体的に教えてもらうことできますか。どういうこと、あ、バズるコツとかですか。そうですね、その40万はまだ払ってないから全部は言えないと思うんですけど、うんうん、簡単に言うと相手が何を、まあ、当たり前なんですけど、相手がどんなネタを、投稿内容だったりですね、内容を求めているのか、相手がどんな人で何を知りたい人なのか、どうしたら喜ばれるのかっていうところがベースになります。あとは内容以外で言うと数字で分析してくださいってお伝えしてるんですね。というとどういうことですか。リーチ数だったり、インスタ側で公式に発表しているいいね、保存、コメント、滞在時間、プロフィールクリック、ちょっと今の時点ですけど、それ以外にもバズる要素っていうのが必ずはっきりとあるので、そこを数字で分析して、じゃあ1回バズりましたで終わるんではなくって、それを再現しましょうっていうのをお伝えしています。なるほど、はい、それは誰でもできるんですか。難しくないんですか。難しくはないですね。ただ一般の方、一般の方というか自分の事業を発信しちゃう方が多いんですけれども、 SNS の認知で発信の時に考える考え方って真逆なんですね。自分の事業を発信してしまうと、要は相手がまだ興味のないものになっちゃうんですよ。なのでそうではなくって、まずは相手が興味のあるもので、発信をして、興味を持っていただいて、例えばフォロワーになって、メルマガ登録、メルマガ読者さんになってから、ご自身の事業だったり、商品コンテンツについて発信するっていう2段階なんですね、SNS ウェブマーケティングの発信。なのでそこの考え方を、切り替えられるっていうのが結構大事ですね。確かに多くの人って自分がやってることをバンバン喋りますよね。そうなんですよ。でも相手は別にそんなこと聞きたくないのでそこじゃないよっていうところですね。まずは相手が何を求めてるのかを考えるっていうところから。そういうことを斉藤さんがアドバイスをするわけですか、はい、アドバイスもしますし、グループコンサルでまずは
まあ、テキストと合わせて学んでワークもしていただいて、でその後は投稿しながらいつでも相談していいよっていう形にしているので、ちょっと迷って困ったりとか、なんかバズったんですけどどうしたらいいですかとかっていうのは逐一常にご相談をいただく形になってます。なるほど、はい、そうすると6ヶ月間の間にうまくいっちゃったらもうそれでいいし、はい、そうですね、継続する人もいるんですか？これは継続はいないですね。継続もあったらいいかなと思ったんですけども、一回バズって再現性が取れたらもうそれはもうご自身で運用できるようになりましたよねっていうことになるので、あまり継続を求める方っていうのはいない内容になってます。そこがすごく僕いいと思いますけどね。あ、ありがとうございます、うん、継続するってことは効果ができない、もし出てない、もしくは独り立ちできないってことだから、うんうんうん、独り立ちできるところまでお手伝いできてるってことですよね。そうですね、皆さん続けて卒業された後も終わったかあった方も継続して運用いただいてます。神様みたいな方ですね本当だったらビジネスモデル的には継続できる方がいいのかなとは思いますけれども、喜んでいただけて私はそれがやりがいになっています。じゃあ新規のお客様も引き続きご自身の SNS でどんどん募集をかけていく。そうですね、主にメルマガ、Facebook あたりをご覧いただくと起業家経営者向けに発信しております。すごく社会貢献している方です。素晴らしいです、はい、ありがとうございます。そろそろお時間となりますので、ここで締めさせていただきます。今夜2組目のゲストは、こなまぎ株式会社代表取締役、斉藤ゆかりさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。